お、今ゴリラがスイッチを押した。おー、さあここでヒーローインタビュー、スイッチを押したゴリラ選手。はい、どうですか、どうでした結果は。ヒーローは2人います。おー、あ、ちなみに俺ではないです。なんだよ。俺野獣馬なんだよ。もう1人じゃないこれ。あれ3人目が。あれ話が違う、おかしくない。ミスター。まあ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 、いい芸人じゃない。これ俺も一緒になってふざけりゃいいの。なんでだよ、むしろ人間じゃん。スペル間違ってないでしょこれ。ふざけんな。人間か。あー。NN でになったんだな。なんか全体に通知来なかった。知らない結果も速攻で言ってない。なんか通知来たない。そんな占いの証明の仕方あるんだね。俺急にふざけ出したのかなと思ってる。バイサヤインゲンって言っちゃってる。むしろインゲンだった。むしろインゲン豆だった。バイサヤインゲンだったわ。お前らどっちも占い師ってるの。いやちょっと待って、サヤインゲンではないよ俺。言っとくけど。やっぱサヤに入ってる。それこれで夏が俺占い師っつったら全力で否定するよ俺。嘘をつくなという俺は。サヤ人間じゃないもん俺。どっちも占い師。後ろ人間。じゃあ言うでしょ。夏はちゃうでしょ。あれ違う。ピン芸人です。ピン芸人じゃない。入れ違ってんじゃねえよ。よし。占い師さ。なんかゴリラ見てるんだよね。ゴリラさん言うことない。大丈夫。全然ないっす。ない。全然ないっす。ゴリラ英語ない。ああ、ないね。ないの。なんで。人間。どうや。はい、解散。何？じゃあね。ゴリラが。どこにいたのお前。あそこにいる。まあでも死んでないってことは陽子じゃないってことでしょ、とりあえず。そうすれば。で、バイザイは人間なの？ん？バイザイは人間、人間の感じで言うなよ。人間なの？その人間残すなよ、人間感。人間感。人間風味が残ってんだよ、その。俺めっちゃもう真人間だね。ああ。いや、ちょっと俺運命の人と会いたいんだよな。運命の人いるんだよ、俺絶対、本当に。いや、正直、こんなから運命の人って分かってるやついるんじゃない？俺が運命の人ってさ。どういうこと？見えない糸で。ちょっと、ちょっと見えないさ、運命の人っていいんだろ、本当に、この中によ。分かってんだろ？やべえやついる。分かってんだろ？あ、やべえやつ来た。きしょいな。あ、本当？きしょいな、一発なんだ。ここか、あいつ。運命の人がいるんだよ。ちょっとなんか眠たいこと言うとるから、あいつ目覚ましたろうか。やってこい。ちょっと待って、行ってこい。ちょっと待って。運命の人さ、二人ささやかれたんだけど、どっちこれ。マジで俺が運命の人だよって二人からささやかれたんだけど、ちょっとプロポーズ大作戦。マジかよ。いつの間にあれじゃん、あのハートのやつ2本向かってるじゃん、お前に。変なことやるやん、お前。僕いつの間に少女漫画のヒロインになったの、これ。そんなことあんの、このゲーム。運命の人、二人ともさ、あの恋敵誰だって次はしつこく聞いてくるんだけど。めちゃめちゃバチバチじゃん。まあ、そりゃそうやろな。おいっす。占い結果いいっすか、じゃあ。まあ、龍炎だっけ。ああ、ごめん。ゴリラが人間。なるほど。おぉ。以上。後ろとゴリラ人間。あ、最初って後ろを占って人間って言ってたんだっけ。そうだ、ね。言ってたね。昨日のあれ言わなくていいかもね。いや、いいよね、です。まあ、でも、ほぼいたけど、つい。いや、もうさ、昨日のあれって。これは、プロポーズやつですね。わかんないよ、これ。本当の愛は何なの？本当の愛は誰が持ってるの？なんで、どう？なんか知らない。多分、お前が重大な役割になってるぞ、今回、多分。俺ぐらいに教えなさいよ、知らない人なんだから、俺。どうする？いや、もしかしたら運命の人同士が運命っていう可能性もあるからな。
お前は何なんだ。あ、お前関わってなかったパターン。何三角関係どこにあるの。お前は除外されてる。そういうパターン。そんなことあんの。交わらない点としてお前どっかにいるの。うん、あるよ。ゆりエンドあるよ、全然。ゆりじゃねえよ。ゆりじゃん、バラだよ。うん、まあそうだよね。あー、ダメかー。ユミは守るといいだった。あー、これはまずい。敵陣営濃厚の夏に接触するのは非常にまずい。いっちゃん、助けて。おい、そういう。おい、これはね、いや、これはもうしょうがないです。しょうがないです。強化なかったんですよ。え、強化なかったの？一人人狼で強化なしはもう無理よ。また強化なかったの？なんか入ってなかったぞ。あ、そうなの？それは残念ですわ。コロナで運送会社結構大変だから。ちょっと、なんや。